こんにちは、プラモ教師郎です。今回もよろしくお願いします。今回は主に車両のウェザリング、こちらを中心に進めていきたいと思います。まずはフィルター塗装ですね。フィルタリングとも言います。これは薄い塗料を使って色味を変化させたり陰影を強調させたりする技法です。まずはくぼみ部分を中心にシェードブルーを流し込んでみました。かなり薄めているので様子を見ながら何回も何回も塗り重ねています。こちらがクレオスから発売されているフィルターリキッドのシェードブルーですね。特に緑色の洗車の場合は相性は抜群です。メーカー出荷時点ではこのような四角い瓶ですが、丸い瓶に移し替えて使用しています。車体側もくぼみ部分、影になる部分を中心にシェードブルーを流し込んでいきます。最初から濃いめの塗料でやってしまうと修正が難しいので、薄めの塗料で様子を見ながらやることをおすすめします。次はフィルターリキッドのスポットイエローを使ってハイライト部分に色を入れていきます。こちらも先ほどのシェードブルーと同様にかなり薄めた塗料を使用しています。それぞれの面の中央部分に薄い色を何度も何度ものせています。KV2 のような単色塗装でなおかつ広い面が大きい洗車は、このように色の変化をつけてあげるととても効果的です。この車両で一番広い面、砲塔の側面もスポットイエローを塗り重ねていきます。最後にこのフェイスグリーンを使って緑色のシミのようなものを加えたいと思います。こちらもやはり薄めて使用しますが、先ほどよりは若干濃いめにして使用しました。ちょっと作業中の動画を撮り忘れてしまったので、やってるふりだけですが、このような感じで薄めたフェイスグリーンをのせていきます。フェイスグリーンによるシミを加えた後です。表面に緑色の微妙なシミが所々あるのが確認できると思います。このような単色塗装でなくても結構効果的な手法だと思います。砲塔の横に、マーキングを入れました。ファレホによる筆塗りです。ところどころペンキが垂れたような演出も加えています。ハッチ部分にもデカールを貼り付けました。今回使用した唯一のデカールとなります。少し悩みましたが、砲塔側面のマーキングは先ほどの状態からこのように変更しました。ちなみに水性アクリル塗料はマジックリンなどで簡単に落とすことができます。次はウェザリングカラーのグランドブラウンでウォッシングをします。ウェザリングカラーでウォッシングをするときはかなり薄めます。これがどのくらい薄めるかってのはちょっと数字では言い表せないので、これはもう個人の好みによりますね。15分ぐらい乾燥させたら溶剤をつけた綿棒で拭き取ります。1日以上乾燥させてしまうと拭き取りがものすごく大変になってしまうので注意しましょう。またこのように拭き取り方向を縦方向にすることで雨だれの表現をすることができます。ウォッシングの拭き取りとは別に雨だれを追加しました。筆を使って垂直方向に雨だれを入れています。使用している塗料は先ほどのウォッシングと同じ塗料を使っています。薄めの塗料で様子を見ながら何度も何度も塗り重ねてみました。KV2 は、垂直面がとても多い車両なので雨だれの表現する場所も多いですね。ウォッシングからの雨だれ表現が終わった状態です。
この後は油絵の具を使う作業があるのでよく乾燥させておきます。続いては油絵の具によるドッティングです。このような段ボールをパレット代わりにすると余分な油が抜けてとても使いやすくなります。ドッティングとは油絵の具やエナメル塗料を使ってドットを打つように色味を加えます。それを溶剤でぼかすことにより塗装表面に複雑な色味を追加することができます。自分はご覧の通り爪楊枝を使って塗料を置いていっています。このドッティングでは白系の油絵の具を多めに使うと塗料の退色した表現をすることができます。溶剤を含ませた筆で油絵の具を少しずつぼかしていきます。なるべく明るい色からぼかすようにしています。つける油絵の具の量や使用する溶剤の量でドッティングの効果をコントロールすることができます。もっとも紫外線にさらされるであろうほうとうの天面は退色表現を強みにしてみました。なるべくランダムに、意図的に色ムラを作ると雰囲気が出ると思います。もちろん車体の方にも同じようにドッティングを施しています。ドッティングが終わった状態がこちらですね。この作業で見た目の印象がだいぶ変わってきました。そして洗車帳のハッチ、操縦手のハッチの裏をファレホで筆塗りしました。割とグレーに近い白で塗っています。これは純白を塗ってしまうとどうしてもその部分だけ浮いてしまうのでこのようにしました。十分な乾燥時間を取った後、ウェザリングカラーのマルチブラックでピンウォッシュを行います。ドッティングの影響でモールドの隅っこが青かったり黄色かったりするところがあるので、それらを引き締めるためにここでピンウォッシュを行います。薄めの塗料を使って様子を見ながら作業しました。ついでに給油口の周りにもこぼれた燃料の汚れをつけておきます。こちらがマルチブラックですね。使い方によってはピンウォッシュの他にもすす汚れなどにも使用できます。薄めたウェザリングカラーを使って流れ出た錆汁を再現します。ステインブラウンやラストオレンジなどを使用しています。この2色はサビの表現の時に非常に出番が多いので役に立つと思います。各部分にサビ色を追加した状態ですね。後でまた追加することになると思います。ウェザリングは結構前の工程と行ったり来たりみたいな感じの作業が多いです。次は車体に傷を書き込みます。チッピングですね。車体色より少し明るいグリーンを使って傷を書き込みました。ファレホを使用しています。ファレホはちょっと乾燥が早い特性があるのでリタダーを入れて筆塗りしやすいように調整しています。先ほど入れた傷の部分、こちらの輪郭をほんの少し残すように真ん中を塗りつぶしていきます。こちらもやはりファレホを使って作業しています。使っている色はちょっと適当なサビ系の色ですね。最後に薄めたラストオレンジなどを軽く流し込んであげます。作業が終わるとこのような感じになります。人がよく触れる部分などは傷がつきやすいので、そういったところも意識しながら仕上げました。緑色の車体とこのサビの色はとても相性がいいので映えますね。デッキ状のチェーンとマフラーをファレホで塗装しました。
事前にエポキシパテで製作した荷物類も塗装して接着しています。プラスチック用接着剤ではつかないので瞬間接着剤で固定しています。予備履帯もある程度のウェザリングを施してからこの位置に接着しました。ぬかるみ脱出用の丸太ですね、こちらもある程度塗装ウェザリングをしてからこちらに固定しました。固定方法は黒染めした銅線、こちらを巻きつけて瞬間接着剤と併用で固定しています。真鍮板で自作したバケツですね、こちらも固定しています。ポツポツと錆が浮いたような雰囲気のウェザリングに仕上げています。排気管から出たすすをピグメントにて表現しています。筆で軽くこすりつけただけですね。マフラーから吹き出たブローバイオイルなども再現しています。こちらはクリア系のエナメル塗料を弾くように塗装して再現してみました。車体の各部に乗った土などを再現します。使用しているのはウェザリングペーストのマットブラウンですね。こちらを乾燥させた後砕いたものを使用しています。こちらがウェザリングペーストのマットブラウンですね。薄めて使うこともできるし、そのまま使うこともできます。先ほどのように乾燥させて使用することも可能です。とても便利なアイテムですね。ある程度形を整えたらフィクサーにて固定します。多少はみ出ても乾燥後はもうほとんど目立ちませんので気にせず作業して構いません。使用しているフィクサーがこちらですね。 AK インタラクティブ製のものとなっています。しっかり固定できる上に乾燥後に全く目立たないので、これかなりおすすめの一品です。フィクサーが乾燥した後にウェザリングカラーのグランドブラウンで少し湿り気を追加した状態がこちらです。土がまだ乾いていないところ、乾いたところ、それぞれに表情をつけることができました。薄めたウェザリングカラーやウェザリングペーストで車体に乗ったホコリを表現していきました。なるべく複数の色を使うと単調にならないで済みます。全体的にうっすらとホコリを乗せた状態ですね。なるべく車体の水平面で、なおかつホコリの溜まりやすいところを重点的に施しています。被弾した箇所を塗装して仕上げました。基本的には中心部分に 8B くらいの鉛筆をこすりつけて金属感を演出しています。その後ウェザリングカラーやピグメントで適当なサビ色をのせて、仕上げにこのような放射状の模様をつけてみました。砲身の内部、こちら口径が大きい分非常に目立つところです。まず鉄をイメージした色で塗装した後、内部を鉛筆でこすりつけて、磨かれた金属感を演出してみました。今回の動画は以上でおしまいです。ご視聴いただきありがとうございました。次回で足回りやフィギュアを仕上げて完成させたいと思います。またコメントなどありましたらお気軽にお声掛けください。いいねボタン、チャンネル登録もしていただけると幸いです。それでは皆さん、次回までさようなら。バイバーイ。